FX-502P シリーズはプログラム関数電卓であり、カシオ計算機により1978年から製造された。後継機種は FX-602P シリーズである。FX-501PFX-502P シリーズは当時先端であった書式通り入力を採用している。FX-502P シリーズは10桁1列の セブンセグメント液晶のメイン表示と指数表示及びプログラム入力やデバッグ時のステップ表示を行う3桁のセブンセグメント表示部を持つ。この表示部は紫外線による損傷防止用に黄色フィルターで覆われている。プログラムモードはキーを押した順番を記憶するキーストローク記憶方式であり、実行時はそれを再実行する。記憶時。 複数のキーーカが一つのプログラムステップとして記憶される。すべての演算は一つのプログラムステップに対応される。FX-501P は128プログラムステップと11メモリを記憶でき、FX-502P は倍の256プログラムステップと22メモリを持つ。条件ジャンプ、無条件ジャンプ、サブルーチン分岐機能を有し、P0 から、 P9 をプログラム、サブルーチン用ラベルとして使える。それぞれのプログラム、サブルーチンは LBL0 から LBL9 の10個のローカルラベルをジャンプや分岐用のラベルとして使用できる。また、メモリアクセスとジャンプに対して間接アドレッシングが使え、チューリング完全と言える。FX-5002P シリーズは7セ,セグメント表示のみであるため、 それぞれのプログラムステップは0から9と C、E、F、P を組み合わせた2桁のコードで表示される。このため、これらのコードとプログラムコマンドの対応を表示したキーボード用オーバーレイシートが付属する。このプログラムは2から69の指定した整数の階乗を計算するもので5の階乗ならば 5P0 と入力すると120を表示する。このプログラムは メモリ9バイト分となる。FX-502P シリーズはオプションのテープレコーダー用アダプター FA-1 を用いてプログラムデータをカンサスシティスタンダード仕様でコンパクトカセットに保存できる。また本計算機を用いて FA-1 で音楽を鳴らすことができる。ありがとうございます。